なんとかここに来いよ。あ、ちょっと、それはし。そこにどうやって蘇生にいけっつ。ちゃんと向き変わってる。マジで？うん。ゆっくり。そこのヘリをいただこう。ドローンは早めに攻撃力の武器で溶かしちゃった方がいいんだろうけど、今一発で電子デバイスを破壊できるような武器を持ってない。俺 DMR とスナイパーでドローンダメージ 1.2 倍のパック。もはやアサルトライフルを使ってないって。そんなもん使ってねえよ。俺 DMR 連射できるから別に。まあ、そっか、俺のも一応連射はできるから、それならもう不要か、アサルトライフル。またアサルトの方が扱いやすいっていうのはめちゃくちゃある。それはグレポンつくし。で、ここはヘリ止めるのがめんどくさいんで突撃。はい、どこだ。そこだ。もう毎回カメラ反対側向き上がるから畜生。手前のジャンゴーで降りようかな。はい、ほっ、あ、草多い草多い。よいしょ。ここには武器がある。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、斜面で止まんない。出て。これがマジで危ない。おー、ちょっと、転がりすぎ。戻る。おーし。俺、スナイパーやっていいだろ。待って、まだ全部をね、ちゃんとね、偵察してからね。こうなるから。あなたはね、何回もね、同じね、失敗をね、ワイルドランズの頃からしてる。全部偵察しきっていないのに、敵を殺し始めるから。偵察終わったよ。よろしい。何かがおかしい。何もおかしいことはない。住民じゃねえか。ちょっとどなたも倒しにくいな。右の重装備で普通の歩兵あたりからやらん。うん、それがいい。歩兵ため息ついてるよ。待て待て、重装備と歩兵が近い。そしてもう一人手前にいるな。これこんなところにはきっと誰も来ない。黙って仕事をやれ。誰も来ないって言ってるぞ。誰も来ない。あ、このハゲはやれるな。こいつやっちゃおう。おお、危ねえ。クソエムか。クソエムだった。待って、あの死体は片付けた方がいいんじゃない。わかる。ちょっとこっちの敵が来ちゃったらよろしく。ああ、ホンフレも落っこっちゃった。これね、ゲームのパッケージにもさ、なんか仲間を担いでるノマドがさ、描かれてるんだけどさ、担ぐの遅いんだよね、キャラクター。こっち歩いてきてるな。グレートデイ。ないか。いや、大丈夫大丈夫、隠した。金だ。何？お前。注意しろ。なんだ。あ、注意しろってもう言われちゃったが。え、うっそ。どっち、あ、こっちの死体がバレたのかな。もうパッパとハッキングしましょうね。オッケー。はい。もうここに用はないな。用はないけど、ちょっと武器クレートがあるから。うわ、ね、うわ、重装備、重装備。待って。
あっ、ジュースビア。危ねえ。俺のところめちゃくちゃ迫って。ジュースビアやったわ。オッケー。ハロー。紫アイテム落としてんじゃん。俺まだ紫アイテムがドロップしてないんだよね。マジマジで言ってお前なんで来たんだよ。サクサクひでえやつだ。あ、これ破壊しとこう。痛い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 。はい、制圧。言うてこれ何も一番バレてなくね今回。よしよしよし。今まあ死体がバレる分にはね。まだ。KSG だ。BO2 のやつでしか知らん。ファンベクター。オープン。ああ、ここにもヘリがあるじゃん。ありがてえ。なんかポーラのミッションより幾分か楽な気がする。さあ次は海底ケーブル基地を見つけるってことは海底ケーブル基地にそのうち行くことになるのかもね。でいい海の中、海の中、おそらくはどうせあそこもヘリを止めれそうな場所はないんだから。なくなさそうだね。斜面を滑り落ちないように。なんだ、またどっか爆発してるけど突撃。あ、ちょっと早かったかな。まあいいや。だってカメラ逆。ヘリもろ。ああ大丈夫か。大丈夫大丈夫。では この辺で降りよう。ほっ。この建物にいる指揮官は別の入り口を知ってる。あ、何これ。じゃあ正面突破以外のなんかそんなのがある、侵入方法があるのかも。あ、指揮官いた。ぶねえ。気をつけろ。指揮官いたわ。なるほど。え、指揮官のいるところ、タレットと歩兵しかいない。おー、ナイス。あの、真下のさ、指揮官？うん。うわ、ちょっと草が多い。それ。マジでここさ、滑ってその敵の目の前にポトっていきそうなんだ。見えないな。ね。ちょっと降りる、少し降りてる。あ、お。ブブブ。大丈夫か。やばそう。あ、すごい。指揮官殺すなよ。指揮官どれ？あの、そいつか。こいつが指揮官で。あの上の屋上アルファと B を俺やっちゃうわ。はい、OK、で指揮官を尋問しに行く。指揮官あれ足打てば無力化できるっぽいよ。ああ、でもちょっとね、横にタレットがあるからね、できれば後ろから確保して。それリンビグレネード取った気がするんだよな。あるわ、うん。オッケー、いけるわ。はい。歯の指揮官全く動かんぞ。部下の命なんかどうでもいい。いや、マジで気づいてないだけだから、きっと。今日もいい天気だなって。いい天気だな。おっす。オラ、ノマド、一応お話ししようか。さあ、
痛い目を見たくないなら通信センターへの入り方を言え。全部話した。本当だ。岩から登っていけた。オッケー。基地の西にある入り口にはボートでたどり着ける。だって。おう。あ、はいはいはい。まあ別にボートでなくとも歩いていける距離だわ。ね。じゃあそっち側に回るか。うん、あ、なんか。そう、ボートで、そう、洞窟に入ってくるじゃん。待って、画面がバグったけど大丈夫。あ、ちょっと水汲もうかなって思ったけど、これ海水じゃん、汲めないじゃん。汚くても汲めるの、汲めるパーカーあるよ。いや、それはあるのは知ってるけどさ、海水は無理だろ、さすがに。できてる。本当に？俺今やってるよ。塩水飲むの。信じらんない。別にいいだろう。これナイトビジョン使わないとクソも見えない、うん、と思ったら、あ、中まで入ったら見えたわ。本当に？俺真っ赤、めっちゃ真っ赤。ああ、少し見えてきた。めんどいからこれ。いや、もう見えてるやん。ちょっと敵多いな。多い。マジで多い。こんな狭いとこに。大丈夫か？これね、しゃがむか伏せておいた方がいいっすね。なるほど。さて、どうやって減らしていこうか。でも右側に一人降りてきた。一人降りてきた。ああ。ちょっと様子を伺おうかな。あ、あいつやれんな。はい。オッケー。俺がとうとうサインを送ろうと思ったんだけど、これになっちゃったし、ショットアイコンがね、つかないんだよね。あ、で、死体バレない、あれ。来た瞬間に。いや、もっと出てこいよ。はい。オッケー。あそこでね、気をつけろって言われたらもうおしまいだった。確かに。ちょっとね、勝手にこのオブジェが、俺ちょっと右側見てるわ。まあ警戒はされちゃうけどしゃあない。ここからパスパスやってればね。接近しようか。うん。おっと潜水。危ね。頼む、そいつを。オッケー。勝てな、さすがにもう。誰もいない。上陸した。あと2人。わ、俺の武器全然貫通力ないんだよな。俺も全然貫通しない、スナイパーで。硬い。あ、まだいた。そう、結構いる。これでラストか。拳ナイフだったわ。で、ちょっとアイテムを収集。所持上限。あ、いけた。ちょっと着替えるわ。まだ紫レアアイテムが出てこないんだよな。
うん、悪いな。悪い。いつ出てくるようになるんだ。ねえ、変なことしないでよね。え、これで停止作業は、うん、停止作業っていうか、まあ偽装作業なのかもしんないけど、まあ動力停止で、何あのクロムウェルはまだスケル財団複合施設にいるの、そこに来いというの。しゃあないな。はい、エルフも行け。あ、近くの野営地あるわ、ここ行く、うん、呼んで。さあ、僕はビバグに用はないので。おっと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 、何滑ってる。セーフ。マジで魚。あ、もう敵いないのかな。だってこれうまいこと湖に飛び降りたい。いけるかな。あ、いけない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 、危ない、いけ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 ない、あ、いけた。なんなん。あ、なんとかここに来いよ。あ、ちょっと、それはし。そこにどうやって蘇生に行けっつ。あー、無理じゃね。ファイト。今なんか逆さ釣りみたいに死んでるけど俺あのよくわかんない、この斜面でねえ寝転がって死亡できるのはあなたぐらい。ちょっと待って、あと数センチなんだけど届かない。だって届かない。めっちゃ不思議な動きしてる。やばいこの動き。ダメだわ、さよなら。まあさよなら、君のことは忘れないよ。3分くらい、たとえそんなダサい斜面で死んでいたとしても。ダサい斜面。いや、ほんとどういう死に方だよ。あ、消えた。リスポーン。あ、敵は復活してないわ。よし。あ、いたいた、クロムウェル。信じられない、山のアンテナにケーブル本当に全部できちゃうなんて、さすがじゃない。まあなんとかな。ああそうだ、少しばかり重要なことを忘れてたわ。どうした。ダウンロードが始まればブレイクも異変に気づくわ。そしたらコンピューター処理のせいで私たちの位置を特定できてしまうってわけ。敵への備えが必要だな。そうよ、あなたが準備を済ませて戻ってきたらダウンロードを始めるから。オッケー。はい、で、うん、準備は別に。あ、で、ん、せっかく泳いでたのに強制的にビーバー国に戻された。また死ねと、崖で。もうね、あなたずっとそこにいていい、俺はもうクラムウェルとお話ししてくるから、このまま。いや、もう準備はできてるんでね、早速もうそっからお話聞いてや。タバコ吸ってる。いけるぞ。よし、あなたちゃんと分かって行動してるよね。自分のプログラムにハッキングを仕掛けて殺されるために人生を捧げてきたとか嫌よ。正直どの選択肢もね、あんまりふざけてないからね。うん、面白みに欠けてるんだけど、心配いらない。自分たちよりも任務が優先だ。だがあんたの身は全力で守る。センティネルにも同じこと言われた。なんだよ、なんか失敗選択肢だったかな。
恋愛シミュレーションゲームでもやってんの。オッケーオッケー、待って、守るんだぞここ、早く火星に。あ、なんか崖の下に下ろしてくれた。早く待って、ウルブスじゃん、硬い。なる、でもバレてんだったらフラグとか使ってもいいよね。うん、あれでも全然来ねえじゃん。え、まああと2分半あるからゆっくり。そっか、じゃあちょっとチャレンジでも眺めてよ。またそうやってリロードと武器切り替えせずに4人、弾少ねえに結構厳しいな。あ、湧いた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 、やるい湧いた。あ、あ、ヘリも来てるヘリも来てる、ヘリ落としたれ。はいはい、落ちねえ。あ、落ちた、バイバイ。ドカーン。 DMR はヘリ相手に使えないな、やっぱりスナイパーじゃないと。俺のエモーの、おっ。あ、ランチャーもったいね。俺リロードしないと4人殺さなきゃいけないの。ウルブスアイテムは美味しいな、ね、ウルブスさ、みんな髪の毛なくね。え、見てこの死体。あ、湧いた。みんなストレスすごいんじゃない。ウルブスはブラック。ほら、みんな髪の毛ない。ブラックだったか。これ汗とかかいたら蒸れちゃうから、ツルリン推奨してんのかな。ツルリン。マジで髪の毛ねえなこれ。あ、もう終わるわ。ハッキング、ハッキングじゃないや、 AI のダウンロード。なんか防衛しろみたいな感じだったけど、すごいしょうもなかったな。うん、同じところからね、同じ人数のウルブスがひたすら湧いて頭皮を晒していくだけだった。ハゲがバレてるだけ。大丈夫か。え、なわけないじゃない、怖かったわよ。怪我はないか。多分今にも気が狂いそうだけどね。私残りの人生ずっとセラピーが良いかも。敵の増援が来る前にさっさと撤収しよう。AI を抽出しないと、そのために安全な場所が必要なの。当てはあるのか。島が占領されるまで建設中だった研究所があるわ。あそこでならできる気がする。多分これが最善策。了解だ、行くぞ。エレホンに呼べばいいのに。ね、クロムエルを脱出させる。じゃあヘリですな。あれ？なんかやっぱムービーとかもさ、うん、見て戻ったら急に感度がすっごい上がってる。あ、それはね、あのパッドで遊んでる俺もちょっとある。まあすぐ戻るけど。あるよね。しょうがないから今マウスの DPI 下げてるけど、使用じゃい、ね、左のやつやれるかな。やっちゃおう。うん、重装備全く気づいてないな。重装備やっちゃおうか。あ、待てよ、やれるかな。やっちゃおう。うん、いいよ、好きなタイミングで。お前好きなタイミングでって。いやね、今あのあ、 DMR 精度良くないからさ、さすがに胸元でも 2,3 発で死ぬと思ったんだけどね。マジで頭しないとダメだ。そうだよ。期待しちゃいかんな。
いや、あれ好きなタイミングで外しまくっても面白かった、ね、いやいや、外しちゃうよ頭には当ててないだけで。はい、行きましょう。なんだお前、クロムウェルを基準に立たせるつもりか。多分ストレス溜まってるからキャッハーしたいと思う。まさか。ずいぶんしけた面をしている。俺なんかしけた面してる。いや、そんなことはないけど。なんか静かすぎない？ほら、台風の目にいるみたいな。なんだか。台風の目？感じがするわ。イアンブレイク。絶対権力の話を知ってる？あれってあいつの名前なんじゃないかな。あいつはドローンを使って全員を監視してるそうよ。しかも噂じゃその情報を脅しに使っているとか。人から金をむしり取る。道路走ろうよ、ちゃんと。おしょうもない。クロメル死んだらどうすんだ。これ地味に車ドリフトでできるよ。忘れた、サイドブレーキの存在忘れた。できるわ。もうちょっとスタイリッシュな走れる。完成ドリフト。あ、ここなんかめっちゃショートカットできそうな地形してたよ。あれ、ここはあ敵いないよね。ここは全然いないね。いないよ、ね、いない。そうか、サイドブレーキを駆使してイニシャルゴーストになるが。イニシャルゴースト、イニシャル G でしょ。イニシャル G。あ、分かんない、開いた。2人同時に開けたらもう蓋がバコンバコン。アラブルマン2キロ。入り口はどこだ。これ入り口か。これだ。なんか建設途中みたいな、うん、まさに絶対エレホンの方がいいと思うんだけど。ねえ。なんだってスケールがもうオフィスを。ちゃんともう環境がね、整ってる。うん。クロムウェルさんがここまで来てくれないとこのドアを。開けてもらえない。ね、こっち。行けそうか。ちょっと問題あり、思ったより時間がかかりそう。 AI の抽出は可能か。多分ね。でも私のチームはどうなるの。ブレイクは獣同然だし、チームが私たちの居場所を知っていると思われたら考えたくもない。彼らは科学者、戦えないのよ。ブレイクと科学者は何とかする。時間がない。 AI は任せた。時間内に AI をクラックできる人もう一人いるわ。名は？グレイス・マドックス。なるほど、彼女に連絡を。うん、いろいろと複雑だから気にしないで。 AI は私が何とかするから、チームのみんなを助けてあげて。お願いよ。じゃあクロムウェルはここにとどまるの。こんなあと思ったらこっちドア開いて、あ、まあこの辺こ、ごちゃごちゃやん。ごちゃごちゃや。まあまあまあ、うん、ここ見た感じトイレとかもキッチンもなんもないよ。とりあえずこれでクロムウェル、のミッションはこれか。あと科学者を解放する。ただもう日付が変わりそうなんで、とりあえず今日はこの辺にしようか。もう12時か。もう12時だ。また今度。